はい、今回は筋肉マンの最新話第436話についての感想や今後の予想などをお話ししていきます。そのため筋肉マン最新巻以降の内容が含まれていますので、視聴される際にはご注意ください。で、この第436話が今年最後の配信ですね。前回サイコマンらしき超人が登場したことで大きな衝撃を受けたのですが、今回もその勢いそのままに怒涛の展開が続いていました。まずはこちらからです。前回のあらすじ、ゼブラたちエグゾセミサイルズはシンクロニシティインフェルノを決め、見事にエルドミノスに勝利します。しかしその勝利の余韻に浸る間もなく、サイコマンによく似た時間超人が登場して、ストーリーは急展開を迎えるというところで終わっていました。続いて今回の感想です。今回は、いわゆる時間超人のターンでしたね。あの5人も一気にその姿を明らかにしていました。まずはこちらからいきましょう。時間超人の主力登場。パールベックにはエルドミノスの2人以外にローブをまとった時間超人が5人すでにいたのですが、サイコマンらしき超人に続いて他の4人も一気にその姿を明らかにしていました。あのケン・ヒロシマさんのアイデアももちろん採用されていましたね。また彼ら5人は時の神に最も愛された特別な時間超人で、五大国と名乗っていました。まあね、あの5を見てね、5ディザスターズを思い出したわけなんですが、で、個人的なね、彼らに対する感想としてはかなり個性的だなと思いつつも、なんていうかオメガケンタウリの六層格に近いイメージはありましたね。サイコマンがそうなんですが、すでにね登場したキャラに酷似した超人が含まれているね点も似ているんじゃないかなと思います。あのサイコマンがねサイコマンなのかっていうことについてはね、後でもお話ししていくんですが、サイコマンらしき超人以外の五大国のメンバーについてサクッと感想を述べると、黎明の国と名乗る超人は見た感じね、これ他の方も言われてたんですけど、五大国最弱っぽい感じもするんですけどね、あの右腕が何とも言えないね雰囲気をね醸し出しているんですが、ただね意外に強キャラとして描かれるかもしれないなってのは思っています。ちなみに自分はね、超人がねどんな神が登場するかみたいな風にね予想した際には、黎明の神が登場するのではないかっていう風にね予想していたので、個人的にはねこの黎明の国とね名乗っているね彼を応援したい気持ちが高まっています。三千の国と名乗る超人なんですが、こちらはね今回デザインを披露したメンバーの中では最も洗練されたデザインかなとは思いましたね。一方でねめちゃくちゃダサいみたいなねあの感想をさで、言われてる方も確かにはいらっしゃったんですけど、自分はこう思いました。あくまで第一印象ですね。その姿からですね、言ってしまうとねパピヨンですよね、蝶のイメージした超人なんですが、だからマリポーサあたりとね激突するのではないかと考えているんですが、果たしてどうなんでしょうかね。次に宵闇の国と名乗る超人はいわゆる五大国の巨漢枠ですね。レゴックスとモアイドが合体した感じかなってちょっと自分ね思ってしまったわけなんですが、デザインはね同じ巨漢キャラのドミネーターの方のがね洗練されているとも感じてしまったんですが、尻上がりに評価を上げていくんじゃないかともね期待はしています。オーバーボディ仕様かもしれないなと思うと同時に、ね、正体ひょっとしたらシングマンなんじゃねえかなっていうのはちょっと思ってしまいましたね。続いて黄昏の国と名乗る超人については、彼を見た瞬間にテリーマンと対戦するのではないかとね真っ先に思ってしまいましたね。単純にね彼がカウボーイっぽい姿をしているっていうのがね理由なんですが、こういう予想はね意外に当たるかもしれないなと思っています。このね五大国はね、今のところはねデザインはね、さっき言ったように個性的だなっていう感じなんですが、ストーリーがね進むにつれてさらに魅力的になりそうなのでね、そこは期待したいかなと思います。あのサイコマンはやはり別人。
マリキータマンがサイコマンとかいうやつじゃないのかって叫んでいたんですが、このセリフでちょっとクスッとしてしまったのは自分だけでしょうかね。これに対してサイコマンらしき超人は自身がサイコマンであることを否定し、終焉の国ファナティックと名乗っていましたね。彼もまた五大国の一人なんですが、間違いなく時間超人の中でも強キャラかなと思います。そのため誰かがかませにされる可能性が高いのですが、候補はオリジンのジャスティスマンか、さっきちょっと名前挙げたんですけどシングマンあたりになる可能性はありますね。あとネメシスあたりもちょっと危険かなと思います。ちなみに今回の展開だけでは彼がサイコマン本人かどうかは正直まだ判断はできませんね。ファナティックの口ぶりからサイコマンの兄弟説の可能性は、まあ、かなり低くなったのかなとは思うんですが、まあ、これもまだ断言できないんだけどね。むしろサイコマン本人の可能性の方が現時点では高くなった感すらありましたね。自分はサイコマンがある事情で演技していることも否定できないような振る舞いでしたし、確かにマリポーサが言っていたように存在ごと完全に消滅したため、サイコマンが完全に復活するのは容易ではないとも言えるのですが、まあ、これはまあ言ってしまえば先生の裁量次第とも言えるんだけれども、ただサイコマンの消滅は元神であるザマンが開発した装置が原因であることから、同じ元神であるね時の神の力で復活させるっていうのは可能性はあるんじゃないかとも考えられます。ザマンが発明した超人製造術を利用してね、今回時の神はね時間超人作り出しているらしいですしね。さらには時間超人の製造にはマグネットパワーが深く関わっていることも明らかになったのですが、このことを考えるとマグネットパワーに精通したサイコマンの知識はね手に入れたかったとも考えられます。ただしこの展開っていうのはむしろファナティックをですねサイコマンと思わせるミスリードの可能性もあるのでね、まあさっきも言ったように現時点では判断できないですね。果たして彼の正体とは何者なのでしょうか。自分はね、まあ、判断できないと言いつつも現時点ではサイコマンが改造されたのがファナティックっていうね、説を取りたいですね。ちなみにファナティックのね発音がよくわからないんですけどね。さらに上位の存在がいるのか、これは存在するのではないかなと思っています。どんなに少なく見積もってもね地上の超人側なんですが、5人より多くの超人が対戦で活躍すると予想しているんですよね。これは結構多くの方が思われていそうかなと思っています。実際ところどころでそういった意見見かけられますからね、まあ、ざっと挙げるだけでも筋肉マン、バッファローマン、テリーマン、ラーメンマン、ネメシスとかね、ドバドバ出てくるわけなんですよ。だから敗北するケースも考えてもね余裕でね地上の超人側5人以上がね対戦するんじゃないかなってのは思ってるんですけどね、まあ、というかね新たにね時間超人ね強いねやつがね誕生するんではないかと思っています。オリジン編ではラージナンバーズの上位の存在として太古の昔から存在するパーフェクトオリジンが登場していたんですが、今回はある意味それとは逆パターンのような感じでマグネットパワーによって新たに生み出された時間超人が五大国よりも上位の存在となるかもしれませんね。ここで満を持してひょっとしたらね満を持してかちょっとわかんないんですが5ディザスターズが登場するかもしれないですね。やっぱりねその今回その五大国が登場した時ねファナティックがねなんか自分たちは時の神に最も愛されたみたいなことを言ってるんですけど、あれがちょっと引っかかるんですよね。本当にそうなのかなっていう感じでね。でね無からね作るのではなくてある超人を素体にして作っていればねその新たに登場する時間超人のキャラのね掘り下げとかもねできるんじゃないかな。それによってね魅力的なキャラに仕上がるんじゃないかとも思っているんですよね。だからそのファナティックがねすでにねそのサイコマン元にしたねそんな存在かもしれないなっていうのは思っているわけなんですが、とにかくね続きが気になりますね。
次回更新予定日なんですが1月の4日月曜日ですね。次回は来年となりますね。今回の展開でね、マリポーサがかませになる展開は回避されたんでしょうかね。そういう意味でも続きが気になりますね。ということで今回はこの辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。